はいどうもピューキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。でねこのトロールコースなんですけど、見て説明文の方にねチェックポイントゼロって書いてるんですよ。これやばくない？まあ、クリア率はねそんな低いっていうわけじゃないんですけど、チェックポイントがないトロールコースってなんかやばそうだなと思って。ということはですよ、記憶力が物言う感じだと思うんですよこれ。待ってくれ、これはトロールなんですか？トロールだねこれはきっと。ちょっと待ってください上にリンクあったよね、ほらリンクあるんですよ。うわちょっと待って、あっちょ違うんだって。あでも一旦こっち行ってみる、せっかく行けるしね。このドアなんだろう え、キノコにやられんの？ここは上に行かなきゃいけないね、こんな感じで。これなんだろうね。あ、デカキノコになれた。で、リンク取ったらリンクになるんじゃない？デカキノコは何のためにあるんだろうね。わかったこれ、リンクで爆弾でこうして次にデカキノコ取れみたいな感じじゃない？あ、やっぱりそうだ。じゃあ先にねリンクで爆弾で開けておいたんで、その後このデカキノコ取っていこう。そしたらさ、さっきの右上のこのブロックがぶっ壊せるっていう感じでしょ。オッケー、ちょっと待ってえ、待ってこれ大丈夫？全然大丈夫。おそらくですけど、あのチェックポイントがないっていうことはコース自体もねそんな長くないと思うんですよ。だから今日はねサクッと遊べるんじゃないかな。これはオンオフさっきしない方が良かったもんね。オンオフしないでいきますえ、多分チビにならないけんと思うんですよね。でオンオフして右に行くみたいな、多分これで合ってると思うんですけどね。あぶね、来た、これは来たでしょ。あ待って、キノコキノコいる、キノコキノコキノコ、待ってどっちが正解？待って今ファイヤー出てきたよね、ファイヤーが多分正解だと思うんですけど大丈夫ですか？いや待って、これ上正解じゃない？いや上だね。とりあえずここでねファイヤーを取れっていうのは分かった。どの辺だったっけ、ここだったっけ。オッケー、多分これでファイヤー取って上の方に行けば行けると思う。こっちで爆弾が出てくるでしょ。来た、これで合ってる、絶対これで合ってる。うわはははえ、下なの？うわ入れねえ土管に、マジかよ。これ下で合ってんのか。それじゃあ下行ってみようか。下行ってこのまままっすぐ行きます。オッケー、でここで確かよし、キラーがなくなっての上、これはキノコ取るしかないもんね。でこのまま右に走ってっていいのか、それとも鍵取らないけんのかな。鍵取ってみる、何もないね。でこのまま下、あれ早く来て、あれかここのドアに戻らないけんパターンじゃない？なんでここ多分早く行ってね、あのドアに戻らないけんと思うんですよね、ここ。おはいそれじゃあ今度こそ落ちんように左、オッケーでドアに入る、そして戻る感じかな。で戻ってのフラワー、キノコ、キノコ取っていこうか。うわキノコ取ったらダメなの？いやいけるね、大丈夫、全然大丈夫。そんじゃここキノコ取らんでいこうか。なんかさっきキノコ取ったらブブーって言われたもんね。なるほどね、ここでキノコ取ってたらあの先に進めないんだ。でこれは左だね、左行ってこっち戻る、オッケー。てか今気づいたけどピークコインめっちゃ集めないかんね。なんかあれ10個ぐらいあるんじゃないきっつ、あれえ次どこ行けばいいんだろう。あ鍵手に入れてるからこっちに行けばいいのか。ダメなんじゃねえかなんだブブって、ウォロングドア、何これ。あなんだろうこれ、上はダメだね、ヒント下って書いてる。こっち？え、なんこれ？ちょっと無音なんだけど。は？これ何？これダメってこと？なんかここにオンオフがあるの？このドアがなんか関係あんのかな？これなんて書いてる？ウドゥメ。ちょっと全然意味わかんないけど。まあ、一旦ね、戻ってきたんですよね。だからここで、右に行けばいいんじゃない？多分こっちで合ってると思う。さっきはいけなかったけど今回いけるようになってるみたいな。ほらほらほら、熱い熱い、ちょっと待っちゃおそれじゃあこのドア入ったらさ大砲が来る前にツタに登れる。
オッケー、ギリギリだね、ギリギリ設計だね。でこのまんま上に行ったらまずいと思うんでね。あら、チェックポイントあるのこれ。はチェックポイントあるじゃん。チェックポイントてっきりさくれないと思った。あ、あるんだね。まあ優しいコースだね。でこのまんま右行って、これは上行けるの？あ、上行けんね。じゃあ一旦ここ多分当たらない。あ、待って、やべえ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 、ミスった。これあれでしょ、ブロック壊したらいけない感じだね。なんでここ最初取るでしょ、キノコ。キノコ取ってからの、じゃあこれ叩くみたいな。あ、こっち叩いて、オッケーオッケー。でこのファイヤーフラワー取ってからの右に行く。多分これでいいと思うんですよね。うわ、これはどんな感じ。うわ、危ねえ、ちょちょ危ねえ。ざま、あ、待って、チビにならないかんパターンこれ。あ、マジですか。多分ノーアイテムだったらいけると思うんですよね。このまま右に行くでしょ。ああ、ちょ。そんなとこに隠しブロック隠すなって。え、待って、今の隠しブロックどこ、この辺。あ、この辺あんのか。うわ、これはずるいよね。引っかかるよね。じゃあこのまま左行って、うわ、なんか割られてんだけど大丈夫これ、合ってるこれ。うわ、マジで違うの。あら、え、じゃあどうやって行けばいいんだろう。花ちゃんのあの下に行くのかな。左下に行ってみようか、あのブラパンとこに。ブラパンとこ行くんだったら多分ファイヤーいるんじゃないかな。そしてこの左のとこ行ってみます。ここオッケー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 、よっしゃ来た。これは右行けっぽくない、大丈夫これ。なるほど、このファイヤーを取って行かないけんみたいな感じかな。だから一番右これ叩いたらダメなんだね。いや多分そうだと思う。真ん中だったね。ここだけ叩く、そしてファイヤー取って右に行く。多分これで合ってる。っていうかこれしかない。でこれはオンオフ叩いたらダメでしょう。本当に本当にこのオンオフ叩かないでいい、走っていきます。うわはははは。待ってくれって、もうオンオフ叩かないけんのこれ。え、どうなんだこれ、トラップ分かってるって。じゃあこれ走っていきます。オッケー、多分叩いても絶対ダメだと思うんですよね。これはこれ右怪しくない、ほら。うわ、待って、危ねえ、もう左行くしかねえ。いや、どっちだろう、とりあえず左行ってみるね。なんか左じゃねえや、右の方が正解っぽいな。あ、落ちてきた、バネ落ちてきた。こっちが正解かな。あー、ほらほらほら、こっち正解じゃん絶対。右なんもないもんね、真ん中張りだし。でこれはどうしよう、一回当たって、当たれない。これあれか、ファイヤーさっき取ったらダメだったんだ。じゃあどうやってやられればいいのこれ。一旦左に行く感じね。でここで左に行って、どんなやられ方をするんだろう。なんだこのめんどくせえの。もう普通にやってくれればいいじゃんか。なんだこのめんどくせえ。ちょ、バネ。さっきの見たら分かる通りですね、この真ん中のところのファイヤー取ったらいけないね。でここでチビになれて、ここでファイヤー取るみたいな。でちゃったねー。ほらほらほら。オッケー、これで爆発して、待って、え、大丈夫これ、なんこれ、ドンとタッチ CP1。 え、チェックポイントを触ったらいけないみたいな感じ。え、なんこれ、はっ。え、まあリンクになってビッグオフ、ビッグオフって書いてるね。ジャストレスタート、リスタート、最初からですか。え、どここれ、本当に最初からじゃねえか。何だったんだ今までのは。いやでもさ、中間ポイントを取んないでなんか変わんのかな。中間ポイント取らんかったらいけるようになってるみたいな、そんなんある。まあ、その通りね、やっていくしかないんですけど、それじゃあここのチェックポイントね、取らんでいくね。取ったらダメなんでしょ、だって取らんで、お、あ、待って、取らんかったら下に行けたんだけど。え、すごい、え、なんで、何がどうなってんのこれ。いや分かんないよね。
なんでチェックポイント取らんかったら下に行くみたいな。いや、こういうのやめて。これ2分の1大体外すんだから僕。でもさ、なんか黄色が正解だと思う今日。なんで、なんでブーなの。おかしいって。なんなの、上がいいの。あ、合ってた。いやいやいや、これはちょっとびっくりだよね。ブーって絶対さ、失敗したと思ったんですけど、ゴールできてよかったです。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。